イシャホンの挿絵の一つ。聖母、マリアのカンティガ州は中世ガリシア・ポルトガル語で書かれた420曲からなる昇華集である。カスティーリアをアルフォンソ10世の知性に成立し、またしばしば彼に返せられる。中世の単旋立曲集としては最大のものの一つであり、すべての曲が聖母マリアに言及しているのが特徴である。 10曲目ごとに賛美歌が挿入されている。この小歌集は4冊の写本によって現代まで伝えられた。2冊はエルエスコリアル修道院、1冊はマドリードのスペイン国立図書館が所蔵し、1冊はフィレンツェに残る。エルエスコリアル修道院のい、e、い写本は様々な楽器を奏でる二人組の音楽家たちを描いたカラーのミニアチュールで彩られている。また、 同修道院のコディチェリコとフィレンツェ国立中央図書館所蔵本には物語的な差し絵が豊富に掲載されている。この昇華集は中世初期ガリシアポルトガル語ガリシア方言でガリシアの綴りを用いて書かれている。ガリシアはアルフォンソ10世が幼少時の一時期を過ごした地であり、おそらく彼は子供の頃からガリシアポルトガル語の話者であったこと。 また当時のカスティーリアにおいてガリシア・ポルトガル語が作詞言語として流行していたことによる420曲の昇華からなりそのうちの356曲はマリアの奇跡に関する物語形式となっているその他は一つの前書きと二曲のプロローグを除き参加またはマリアの祭りに関する歌であるこれらの中で聖母マリアは非常に人間的な 描かれ方をしており、地上でのエピソードの登場人物として現れることが多い。作者は不詳であるが、複数の研究は、ガリシアの詩人、アイラス・ヌネスが、多くの曲の作者である可能性を示唆している。アルフォンソ10世、この消化集には、アフォンソと記されている、は、文中で一致認証で自身に言及していることから、彼も、また作者の一人であると信じられている。 その裏付けはプロローグに見られる。アルフォンソ・ジュッセイはこの昇華集とは別に宗教家の紹介を行うなど伝統的な試作品の数々に影響を与えたことから彼を作者とする資料も多い。実際にアルフォンソ・ジュッセイが作者であるかには議論があるが彼が影響力を及ぼしたことについてはその余地はない。アルフォンソ・ジュッセイの工房に由来する他の主な文献は カスティーリャ語で書かれている一方、この消化集はガリシア・ポルトガル語であり、そこにはカンティーグス・ディ・アミーゴやカンティーグス・ダモールといった他の詩集のカスティーリャ宮廷における人気が反映されている。リュート奏者。陰律は非常に多様であり、420曲の消化中に280もの異なる形式が見られる。最も多いのはビルレ,レート・ロンドである。 一行の長さも2から24音節と様々である。多くの曲の物語では神との官能的な関係がトルバドーリ様式で描写されている。楽譜を記している音符は成果に使われたものと似ており、また完全ではないが音の長さの情報も含まれている。現代の楽譜に転写されたものもいくつか存在する。この昇華集は古学のグループによって 頻繁に演奏や録音が行われており、ここから取られた曲を収録した CD が豊富に流通している。ビューエラを奏でる音楽家たち。カンティガ35番のミニアチュールこの昇華集は4冊の写本2、t、回、e によって伝えられている。e 写本の収録曲数が最も多く、昇華406曲に加えて、前書きとプロローグ、 さらに41点の緻密なミニアチュールと多くの飾り文字が掲載されている。通写本は最も古く129曲の昇華を収録している。差し絵は掲載されていないものの装飾頭文字で豪華に飾られ、非常に丁寧に制作されたことが伺える。T 写本と F 写本は姉妹編である。T 写本からはページの欠落により八曲が失われているものの、 195曲の昇歌が残されており、E 写本の最初の200ページと概ね対応している。それぞれの曲には曲中のシーンを描いた6から12枚のミニアチュールが添えられている。会社本も同様の想定となっているが収録されているのは111曲のみであり、さらにうち7曲はテクストがなくミニアチュールしかない。その内容は 基本的に E 写本後半の一部だが収録順が根本的に異なっている。会写本は完成しなかったため、これ以上の楽曲は追加されていない。音符を将来書き加える意図があったことが、空の譜面から伺えるのみである。これらの写本はアルフォンソ10世の在世中に制作されたと考えられている。通写本の制作時期は1270年代の可能性がある。 T 写本と F 写本、E 写本は1280年代初頭、遅くとも彼の亡くなった1284年までには制作されたと考えられている。この小歌集に収められた音楽形式はあまたあり、現在も研究が進められている最中である。不正確な楽譜が多く、信頼できる音程の範囲に収まっているものはほとんどない。計量法は特に問題であり。 表紙やリズムを決定する試みは、一部の例外を除いて成功しておらず、議論や研究で取り上げられることの多いトピックである。研究はまだ進行中ではあるが、この20年間の進展は重要なものとなった。ありがとうございます。